10月のココさんです。まだ仰がれてんねんな、ほんま。おちゃん、ね、暑いんだね。さっきまで接待されてる。接待されてるの。もはや接待ですよ。はははは、してたのに止まってん、仰いだ途端に、ね、暑かったんやで。ココさん、やっぱりまだ10月は暑いですかね。ココさん、どんだけ暑がりやねん。ほんまな、暑がりやな。ちなみにこの家24度ですよ。人間は長袖なのに、こいちゃんすっぱだかやのに。風が好きなんですよ。ほんまやね、気持ちよさそうやもんね、扇風機とかも。風柱ですよ。風柱やったんや、こいちゃん。めっちゃ強いやん。風好きよね、こいちゃん。おちゃん、人扇風そぎ言うて。でもあれでしょ、台風の時は出られへんかったやろ。そうおちゃん、風でやんなビビってさ、マンションに U ターンすると思わへんかったね。もう僕今日散歩いいわっつって行こうよって言ったんやけどさ、怖い、風が強い言うて帰ってきて。あ、涼しい、冷え、冷めた。あ、冷めた。あ、もうまた開かないでって。ごめんごめん。あ、邪魔したね、ごめんね。おお、そこですか。結局同じ体勢じゃないですか。コウさん、こんな仰がれて下ペロ乾かないのかな。コウちゃん、乾いてた方がいいんだよ。そうなの。うん、ちょっともうやや乾いてますね。それこんだけ仰がれてたら乾くよね。でかでかなよし、お子さん急に急に大きくなったね、面積が。私の指の第一関節ぐらいまでありますな。第一関節までやめたれよ。あ、いや、横幅、立てもさることながら横幅は第一関節以上。すごいな。舌が長いですからね、手術するとき言われた。あー、言われたな。舌が長すぎるので集中治療室入りますよ、言われたよね。 ICU 代がかかったよ、ここちゃん。この立派な舌のせいで。いい、元気いっぱいな5歳になりましたね。よかったね、ももちゃん。これ何の動画？仰がれてる動画。ももちゃんがいかにもう今や皇帝と化して